アメリカの起業家イーロン・マスク氏が率いる AI ・人工知能のスタートアップが、60億ドルおよそ9400億円を調達したと発表しました。研究開発を加速して先行するオープン AI などに対抗します。マスク氏が率いる XAI は26日、アメリカの大手ベンチャーキャピタルセコイアキャピタルなどから60億ドルを調達したと明らかにしました。 この資金は最初の製品の市場投入や高度なインフラの構築などに充てるとしています。また、マスク氏も旧ツイッターの X で、数週間以内にさらなる発表をすると投稿しました。XAI は去年11月、チャット GPT を手掛けるオープン AI に対抗する形で独自の対話型 AI、グロックを公開しています。